ね、あの割り石はですね、電車の振動を石が自由に動いてですね、お互いにその振動を吸収してしまうという形なんですね。ですから、要は電車の近くにある家やなんかに揺すられるとか、大きい音が出るとか、そういうことを防いでるわけですね。それと全く同じようなことでですね、このボードの中の鉄球が揺すられて、それであの振動を、床に伝えないような形で遮断してしまうということでございます。ということで、ここで聞かれる低音というのはですね、そのまま、自宅にお持ちになっても、これと同等の音がしますということが言えると思います。今まであのヨーロッパのスピーカーなんかでも、隣にあるものでもですね、スパイクまでがですね、大体、それで終わりと。で、あとは皆さん方自由にやってくださいということなんですが、まあ、我々あのアクセサリーメーカーなんで、こういったオーディオボードも持っておりまして、それの効果というのも十分認知しておりますので、ここまでを含めた形でスピーカーのシステムを今回設計したということでございます。ということでですね、ちょっとこれ最後になるんですが、2曲目にはですね、やはりあの今まであの、トゥーウェイではちょっと得られなかった、低域のですね、フルオーケストラのダイナミックな演奏を聴いて、マーラの3番なんですが、これではですね、相当なスケール感が今までの K3 では得られなかったものがですね、センティーによって得られるというふうに思います。ちょっとそちらの CD を聴いていただきたいと思います。
ですから、なかなか相当、ピアニシモからフォルテシモがある。フォルテシモとかちょっとこちらの音が入っちゃって、なかなかこの SN 感の良さというのは分かりにくかったと思うんですが、まあ、非常にですね、ダイナミック感っていうのはこのクラシックの中では非常に大事にされますので、こういった低音のスケール感ですね、それから音情感、こういったものがですね、充実するようなスピーカーに仕上がっているというふうに、私は思って、開発をいたしました。ということで、皆さん方のご用がですね、いろいろとこれが関税機さんの方にも扱っていただけるようになりますので、まあ、いろんなところで聞いていただいてご紹介いただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。